皆さん、いつもご視聴ありがとうございます。カーズ里チャンネルです。今回はガソリン価格高騰が終わるかもしれない、今世紀最大の大発明のお話をしようと思います。なんと我が国日本が人工的に石油を生産する開発に成功しました。これは冗談のような本当のお話です。しかもバイオエタノール等の生産コストが高いわけでもないです。なんとなんと人工石油の生産コストは従来のガソリンコストの10分の1なんです。1リッターあたり10円から14円だそうです。この価格はメンテナンス代、電気代、水道代などのランニングコスト込みですよ。皆さん、これには驚きと期待しかないですよね。しかもコストだけでなく地球環境にも非常に優しい、めちゃくちゃ安いガソリンが誕生したんですよ。こんな話を疑う人もいると思うので人工石油について解説していきましょう。この実験がされたのは2023年1月、大阪府と大阪市と大阪商工会議所の支援で人工石油の実証実験がされました。それでは実験の内容を詳しく見ていきましょう。まずこの実験の主催者は宮城県仙台市にあるサステイナブルエネルギー開発という会社です。サステイナブルエネルギー開発という会社は、もともとは東日本大震災の支援活動をきっかけに設立されたようです。それで被災地には瓦礫が多くて身近にある資源からその場でエネルギーが作れたら復興支援になるのではということから始まったようです。そのような理念があり、地域密着の地産地消的なエネルギー供給をもともと目指しているそうです。素晴らしい会社だと思います。そしてこの会社が行う実験を大阪府、大阪市、大阪商工会議所の3社が支援しました。実験場所は花博記念公園鶴見緑地です。人工石油を生産する装置の名前はドリーム燃料製造装置。まずは材料を説明しましょう。一つ目は空気中にある二酸化炭素、どこにでもある水、それに種油、そして電力です。たったのこれだけなんです。まずは水を光触媒によってラジカル水に変えます。そこに種油と二酸化炭素を加えて完成です。まず光触媒というのは簡単に言うと光による化学反応です。光が当たるとその光を吸収して水が化学反応を起こします。身近なところで言えば光合成等も光触媒の一種です。お年寄りの縁側で日向ぼっこではないですよ。でも皆さん、これって疑問に思いますよね。水は光が当たっても化学反応はしませんよね。はい、水に光が当たるだけでは化学反応はしません。もし水が光に当たるだけで化学反応を起こしていたら地球上の生物は水を飲むことすらできません。本来なら水は非常に安定した物質です。だから光触媒を使って反応を起こしやすくするそうです。原理を説明すると、二酸化チタン、プラチナ、鉄等を水にさらしてその上でブラックライトを当てるとラジカル水ができます。このラジカル水というのは通常の水よりも化学反応を起こしやすい水のことだそうです。通常の水とラジカル水の大きく違う点は、通常の水は酸素と水素からできるが、ラジカル水は一酸化炭素と水素でできるということです。そしてこのラジカル水に種油と二酸化炭素を加えるだけなんです。今回開発されたドリーム燃料製造装置を使えば簡単に人工石油を生成できるそうです。まさにカーボンニュートラル完成ですね。化石燃料の枯渇や二酸化炭素の増加による地球温暖化が問題視される中で、エコでクリーンでしかも超簡単に製造できて、なおかつコストが非常に安い燃料ということで、船舶、自動車、航空機などの分野で特に注目されています。でも本当に安いのって思いますよね。新しい燃料とか化学薬品って特殊な設備や特殊な保存施設が必要で、結局私たち消費者に届く時には値段が高くなるってこと多いですよね。でもこの人工石油はその点でもメリットがたくさんあります。まずこの人工石油を作る施設は大きくて特殊な工場や巨大なタンクは必要ないそうです。このドリーム燃料製造装置の大きさはコンテナ1台分です。2023年4月からサブスクで月50万円でリースしています。月に約4万3200リットルがドリーム燃料製造装置で製造可能だそうです。これは石油を製造する装置にしては非常に小さいんです。そして巨大な保存設備もいらない。なぜならこの人工石油は常温常圧なんです。つまりは水と変わらないということなんです。この人工石油は冷やしておく必要も温めておく必要もないんです。
だから圧力の高いガソリンのように特殊で巨大なタンクは必要ないし、お金と場所がかかる特殊な温度管理施設も必要ないんです。これは燃料なのに非常に安定した物質のようです。ここまで聞いても信じられない人もいると思いますが、これは実際に人工石油実験が成功した話です。夢のような話ではなく実際に現実の話です。さらにドリーム燃料で走らせたディーゼル車は燃費性能が普通の軽より 10% から 20% 向上したという実験結果もあるようです。これはすすが激減してエンジン音も静かになるようです。これがドリーム軽油です。そして化石燃料の枯渇が懸念されていますが、具体的にはあとどれくらい残っているんでしょう。2020年末の時点で石油の量は1兆7324億バレルです。バレルは液体の量を表す単位です。石油なら1バレルは約159リットルです。石油の量をリットルに直すと約276兆リットルです。またこんなにあるじゃないかと思いますよね。でもこれだけ大量の石油を我々人類は現在の計算だとたったの約50年ほどで掘り尽くしてしまうそうです。しかしこの数字は1980年頃からあまり変化していません。それはなぜか？それは新しく油田が見つかったりしているので、なんとかこの数字を維持しているんです。ただ新しく油田が見つかってもそこにある石油の量とそこから取れる石油の量は違います。なので新しい油田が見つかったとしても長い目で見ればたったの数十年しか保たないというのが現状です。日本にも北海道や秋田等に油田は日本海側に数箇所あります。でもそもそもの埋蔵量が非常に少ないです。日本最大の油田の秋田県八橋油田は年間8000トンを生産しています。この量だけでは日本国内を賄うことは無理なんです。世界の原油埋蔵量の約 50% は中東です。続いてアメリカ大陸が約 30% です。残り約 20% はロシア、アジア、アフリカ等です。ちなみに中東の中で最も埋蔵量が多いのはサウジアラビアです。でも問題なのは埋蔵量ではないんです。石油生産国は1位アメリカ、2位サウジアラビア、3位ロシア、4位カナダ、5位中国です。そして石油消費国は1位アメリカ、2位中国、3位インド、4位サウジアラビア、5位日本です。なんと日本は石油生産国ではないのに石油消費が5位と非常に石油を消費している国なんです。だから日本はこの人工石油で無限に石油を製造できることで世界をひっくり返すかもしれません。近い将来1リッター約10円の時代が来るかもしれないです。ただガソリンが作れたからとすぐに販売します。ということは日本の税金問題や諸外国の問題等でいろいろと難しいのが現状です。全世界が本当に地球温暖化を真剣に考えているのなら、ロシア対ウクライナのように未だに戦争等していないで全世界で争い等をやめて手を取り合って協力してこのドリーム燃料製造装置を世界中に普及させてほしいと私は思います。まだできたばかりの技術なので世界の皆さんでドリーム燃料を応援していきましょう。この動画が良いと思ったらチャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。